どうも、エルザです。それでは、ゴーストを対馬やっていきたいと思います。さあ、今回はクエストだね、やっていきたいなと思うんですけど、こちらのクエスト、武士の本懐ですね。耳すまし、とかね、闇討ちとかもらえるんで、ちょっとこちらをやりたいなと。下道侍の一歩を踏みたいなと。さあ、もう設定はね、前回してあったんで、追っていきましょう。すっごいよね、風。お、なんかある。竹。あ、素材竹とかあるんだ。何に使うんだろうね。おお、すっげえなー。めちゃくちゃ風がかっこよい。うん？ユナだ。この野郎？いるね。もうとどめ刺してるよ。ゼン、待ってたよ。何があった？物騒な。一人で倒したのか？来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か？もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。じきにね。の前にちょっと物資ある？アイテムは欲しいんだよね。手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あ、めっちゃ飛んだね今ね。兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。おう。あ、すごい、全部物資は取れるね。余裕で柵を越えていくっていうね。お、折り方大胆。まあでもこれ登れないのかな。登れない感じかな。あ、登れたね。特に物資はなしという感じか。意外とないんだね、ものはね。ちなみに目的地は、あー、結構離れてるね。あ、集めた道具や素材は収集品メニューで確認できると。あー、はいはいはい、こんな感じでね。境家のタッチ。壊れた鎧。大風。陽光のぬくもり。笛吹けるんだ。収集品。ほう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 。まあ、600m あるからね。かけろ、かけ。いいね、影、いいね、名前がね。
傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せとおじ上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。生きづらいだろうね。あそこか？あの体操でかい八重っぽいよね。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら八重がよく見えそうだ。さて、ああそこだね。あれが八重？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。ほう。調べる。あら、消えた。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。ダメ。こっちは。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。じゃああれを抜けるか。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。まあ葛藤するよね、そりゃ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。いやー、ユナの言うこと一理あるね。さあ行くか。これは一位材。ほう、一位材。意外といろんな物資があるんだね。しかもさ、意外と光ってて見づる、なんか見やすいのかなと思ったらめちゃくちゃ 見づらいね。あるし。通るぞ。さあ通るか。まあ向こうはね、侍がそんな感じで来るとは思ってないからね。そこを突くか。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。さあ背後からチクリと。闇討ち。
前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。お？熊の足をたどれ。あっちか。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。やしきことを。やっかいなこと言うね。怖えわ。でさらに血はある。まだ先か。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。すぐ近くか。まさか熊と相対することになると思わなかったけど。ん？まだ先か。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。さあ、どこだ？いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。ということは誰かがいたか。見てください、この傷の跡は矢ではありません。あ、おじ上、槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父上よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。頭の中まで野党に？ほうほうほう。また時の流れが遅くなり、敵の居場所が探知できる。2だね。はい。ちょっといいかな。ね、画面がね、綺麗すぎて、高フレームレートだね。こっちの方がいいね。動きがぬるぬるの方がいいんで。さあ、2人。いや、三人いるな。さて、一人。そして、二人。
すまんな。切らせてもらう。あそこに二人か。いや、もう一人左側いるな。三人。どこ刺してた？三？あそこに一人か。豚焼いてるね。うまそう。三？四人。あそこに一人。こやつだけだね、あとはね。さあ、5人。捕虜は助かってなかったか。ユナ、あれは。違う、タカじゃない。そうか、タカではなか。まあ幸いといえば、あ、いっぱいある。物資取って、あ、そこ潜れるの、あ、めちゃくちゃいいね。そう考えると意外と侵入方法は何でも考えられるね。はい、物資ゲッチュ。いいね、物資いいね。あ、なんか光ってるなーと思ったら、そういうことか。ほうほうほう。一応取れるだね。いるね。中か外か。あった、檻だ。中か、見に行こう。中じゃない。すまんな。先に助けるか。逃げるぞ。話は後だ。その通り。どう動く？すまんな。さあ、これで一応全員かな。お、いいね、物資大量にゲット。ふみと書状。ほう、あ、オプションボタンで見ればよかったね。猛攻の品、はいはいはい。コトゥーンハント対話記録してどうするかと思いでしょうか。こういうのもデータとして集まってくるってわけだね。左か、行くなら。あ、上乗れるんだ。あ、これいいね。馬は乗れないか、さすがに。上よしよしよし、抜けた抜けた。これも取って、では行こう。ん？あ、上か。え？これ？あ、違う。抜けていったってことか。意外と近くあったんだね。川まで進むぞ。そこなら安全だ。
お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。お、花。花、花ってこんな落ちてるんだね。何に使うんだろうね。こっち。あれはホタル、いやホタルではないか。刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。知らぬか。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。たかがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り道に会うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。いや、だいぶきついだろうな。お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせる。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのは辛かろう。己のしもべにはさせんぞ。いやー、それにしてもいい声。さあ、分かれ道。武士の本会クリアですね。分かれ道かー。さあ、技量を獲得。技量、はいはい。技量を獲得した。消費すれば新たな技を得得できる。おお。守りはこれ受け流し。今や、あ、いや、ないやつか。中程度。回復量が変わるってわけやね。あ、転がって攻撃を回避はちょっとでかいな。どうだろうね。どうせ一撃で死ぬなら攻撃特化できたよね。あ、でもちょっと、そうだな。先にちょっと、守りで、これだけ欲しいね。受け流しの極意。極意は欲しい。では、次。日吉の湯。金田の儀。あ、すげえ。結構広いんだね。ん？
砕けた土。え、めっちゃ遠いじゃん。まあ、じゃあちょっとせっかくなんでこのまま下にずっと行ってなんかちょこちょこ見ていきますか。まあ時間が足りるところまでと。さあ影行くか。狐の巣。狐の巣？何それ。あ、めっちゃ可愛い。え、待て、どこ行く、狐は何なんだろうね。わざわざ動くってことはなんか不思議だよね。攻撃もできないし。何何？おおおお。え、なんかある、あっち。痛い。うえぇ、やっぶねぇ。え、手を合わせる。ほう、隣の祠でもう出た。僕の枠は解放。僕の枠は解放された。僕をもう一つ装備できる。はあ。あ、ここ。5分なり、ありません。じゃあ、キツネさんは、取ってって、ってか、追っかけて損はないって感じか。これは、おお。ああ、なんか、すごい、ゼルダ感。これはいけない。こっちか。へえ。あ、キツネ、あっち行ったね。何かあるね。一位剤。ん？なんかいるな。いや、多分バレてない。いや、見えたか。闇討ち狙いで行きたかったけど、いや、見晴らし良すぎるな。あ、いい感じに出てきたね。いいよいいよ、そのまま闇討ち。すまんな。二人か。さすがにさ、このでかいのもさ、闇討ちしたいよね。すまんな。あー、みんなやられたか。あら、来ない。ほい、行こう。なんかそこあるね。通ってきた道か。はいはいはい。お、人がいる。人いるね。お、話しかけれる。お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住みか。侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。モコも島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。ほう。こういうクエストもあるわけね。森はささやく。
小さな攻めの5歩。あー行きたいけどちょっと寄り道したい。行きたいけど寄り道したい。さあ風の方向が変わる。さあ父上導いてくれ。まあ来た道戻っていくって感じだけど、おー相手もあるね。危ない危ない。物資はね取れるときに取っとかないとね。ルミンの八重、八重、あーそこね、八重か。もうやられたってだけどね。あれはなんだ、いや待て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 、すまんな。すまんな。お、待ってくれてるね。よし。闇討ちどころか。逃がさん。まったく、壊すだけに飽き足らず、座りやがって。ん？一礼。なに？そんなアクションあるの？ほう。まあ、なんかあるんだね。声がする。まだ諦めんぞ。いざ勝負。どこいた。多分一人だけかな。来い。弱い。いた。待って待って、うわーてめえ、あさよなら。やっぱ一騎打ちというより、一騎打ちよりかは切った方がいいな。さあデジャブ切るよ。でそこにいたわけか。あーやえーちあるね。待って待って待って、どこだどこだどこだ。あのでけえのをどうにかしたいね。あーまだいるじゃん。中にいる。いや一騎打ちはしない。すまんな。意外と素早く行っても問題なし。腕試しといくぞ。お国の敵を呼ぶ。呼ばなくていいよ。ダーション。あ、いた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 。ダーション。
まさか呼ぶと思いもしなかった。行け。おお、グヘ。だから呼ばなくてよかったんだけどな。マジか。ちょっと待った、これはどうしてもちょっと倒しきりたい。まあでも攻め方としては右から行ってで OK だね。いけるか。すまんな。これ手に入れた物資は取ってるのかな。やられたけど、あー取ってるね。よしよし。上か、上にいたのか。よし、あち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 、よし、よし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 、もうもう、さあ、とどめといくか。いやー、いいね。まだ行った。さて、これが、これは何でもない。まあそんなもんか。あ、もうこの品。おお。さあこっち行くと、おお、ちゃんと飛び越えるんだね。さあ風に身を任せていきますか。あ、鳥がいる。あれ、鳥ってなんて言ってたっけ。母上って言ってなかった。え、どこどこ、母上。ちょっと待って、母上。あれ、やっぱここなのかな。さらにまっすぐ。あ、マークある。あー、じゃあ母上はこのクエスト。この森には侍の怨霊が住み着いております。侍の怨霊ね。なぜザレ事を語る。本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ、人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森、ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。さあ森はささやく。夜なったね。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。では参ろう。さあ森にいる怨霊を探せ。怨霊ねえ。牛、迷子の牛だ。なぜ牛が。すまんな。あ、しかも物資がもらえるわけではない。焚き火、人がおったようだ。おー、
人がおるか。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。足跡がある。おお、大バック趣味だな。人を追い払うための仕掛けか。ということは近づいてほしくない理由が何かしらあると。この調子なら日の住むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。侍の立ち手で身を切るのは気が引けるが、この地を乗っ取るためなら。やはり族か。3、4人。1人は仕留めたからね。上にオール。さあ、やり撃ち。おお、こっから闇討ちできる。さあ、己ら。陣、勇気を持って敵を見据え。虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。やつだろうな。どこだ。気力が足りません。弓が痛えな、地味に。人を追い払うための仕掛けか。さて、じゃあ闇討ちで行こう。あっち。やわ、邪魔。嘘じゃなかったのか。やめろ。お前はなぜ逃げる。逃げるな。待て。許さん。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。いや。さあ、物資はゲット。こんなもんかな。まあ、結果、賊だったというね、ことの顛末は。どっちだ？まあでも闇討ちできるだけほんと楽だね。連携っていうか連鎖反応できたら一番いいんだけどね。サクサクサクみたいなね。さあ、お坊さん、まさか結末を。生きておいでとは。さあ、結末を伝えよう。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき賊がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から賊を一掃し、怨霊は成仏することができた。
良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。浮世草、森はささやく。浮世草はサブクエストって感じだね。さあ、魅了を獲得。軍人の5、攻めの5だね。いやー、これでちょっと火力が。はいはい。これね。5を装備すれば。1。5% の確率で2倍。あー、それ助かるなー。防御。あー、なるほど。装飾ね。武士、型とかあるんだ。水、風、豪、あ、じゃあ月だね。へえ、いいね。クロード。あ、未知の技なんだ。エトクズイ？あ、はいはい。あ、これ、陣の道を通して得する兵術。こっちは兵術か。闇討ちは兵術なんだ。耳すましも兵術。ほう。ん？ってことは、ユナはそもそも、ってことになるよね。一騎打ち2連。あ、これいいね。一騎打ちも仕掛けれる相手固定なのかな？ちょっと気になるね。技量はちょっと貯めよう。はい。ということで、今回ここまでにしましょうか。お坊さん、いい感じに吹いてるね。はい。そうだね。今回はこちらのクエストをして、サブだね。サブして、で、またちょっとユナのところに向かいながら、ちょっと小松とかね、有明とか、通っていく感じなんで、まあ、こういうルートで行こうかな。せっかくなんで。それか、こっちもちょっと寄ったりとかしつつで行こうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、そうだね。なかなか闇討ちというか、難易度も高いに一撃だからね。でも、面白い。それだから面白いって言えるね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。